さあ、今日は6時半。そして、昨日とは全然空気が違う。なんか、涼しい空気、秋の空気みたいなの入ってきたかもしれない。結構寒い朝です。少し。そして、会場も、ちっちゃい席が飛んでる。風も強いし、あ、鳴らしてやって。波を見て高い。おお、すごい、全然違うわ。昨日海行ってよかった。今日はもう無理、寒くて。秋になっちゃった。8時半となりましたね。少し雲はありますけども、上空ね、高いところにも雲があります。はい、ちょっと涼しい風吹いてます。引き続き波は高いですね。昨日とはもう全然違います。12時49分です。陸側にちっちゃい隣での積雲が散見されます。そして上空は喧騒雲による薄雲がちょっと広がってます。ちょっとというか全体的に薄く広がってます。北側も積雲の雲があります。海はこうなってます。海は巻雲ですね。巻雲が確認されます。向こうは中層の雲も広がってるかなと思います。やはり今日月曜日ということもあって人は数は少ない。そして昨日に比べると少し寒い。波は収まったと思います。やはり風が強いですね。面白い雲出ましたね。12時53分、高積雲です。陸側は積雲の雲が一番ありますね。人々はこんな感じです。はい、以上です。はい、以上です。14時50分となりましたね。はい、陸側は引き続き積雲が先ほどよりは数を減らしてますが、陸側あります。そして全上空は先ほどの高積雲、これはまずなくなりました。はい、遠くのイワシ雲もなくなってます。一方、最上層の巻雲、これが確認できますね。巻雲ですね。海側の向こうは中上層雲が見られます。巻層雲でしょうか。波はやや高いですね。はい、ではリポート以上です。18時32分です。雲がかなり増えました。巻雲と巻層雲の真ん中あたりの雲が広がっています。
陸側の方もかなり空が濃いですね。はい。そして海上の方は雲は少なめです。ただ波が高い。あそこにカモメがいっぱいいますね。波や風もやや高いで強いです。ほらあの人見て、うん、風が強い感じです。